どうも、ハイチーです。今回はですね、受験生に向けて少し厳しめな話をしていきます。で、まあ、それにあたって、受験生この時期、精神的にね、結構不安定になりやすいので、ちょっと今厳しい言葉は聞きたくないなっていう方は、ぜひここでブラウザバック、動画で止めてもらって戻ってください。変にね、こう、へこましてしまっても申し訳ないですし、ただ目的としては、聞いてもらって、ちょっとこう、もうちょっと頑張ろうっていう風に奮起してもらえればなと思って願いを込めて喋りますんで、よかったらね、まあ、最後までお付き合いください。で、何かっていうとですね、まあ、この時期だけではないんですけど、受験生の方で、今、例えば受験生、この時期、みんな勉強時間とか、勉強量ってどのぐらいやってるんですかとか、どのぐらいやったらいいんですかって質問ってすごく多いんですね。で、これは、基準が知りたいんですよ。どのぐらいなのかっていう、世間的な基準を知りたいっていう。で、その気持ちはすごくわかるし、自分も思ってたからね。そういうのがあったらいいじゃないですか。例えば、みんなが志望校を受かるために、毎日1時間勉強したら、絶対 100% 受かりますよって言われたら、やるでしょ。100% だもん。やるよね。でも、みんなね、分かってるように、そんなものは受験にないんですよ。受験に絶対なんてないし、A 判定でも落ちることはあるし、C 判、D 判でも受かることはあるわけよ。で、ただ、まあ、特殊なね、ちょっと受験制度とか、あとは埼玉県で言うと、私立はね、ちょっと確約制度っていう、まあ、個人的には謎の制度があるので、そういった特殊な例はあるんですけど、基本的に絶対はない。だから、その1時間やったら絶対受かりますよってのはないわけよ。で、それと、もう一個伝えたいのは、例えば、じゃあみんながね、日常生活で学校から帰ってきた後に3時間自由にできる時間があるとします。だから勉強しようと思ったら3時間毎日時間が作れる。それはやるかやらないか置いといてね。3時間あるとするじゃんか。その時にもしみんなが、じゃあ1時間やったら絶対受かりますよって言われたとしたら、みんな何時間やる勉強？1時間って言われてるから1時間でいいや、3時間のうちっていう風にやるのかいっていう風に思っちゃうの。まあ、やる方もいるかもしんないけど。でもね、そうじゃないと思うの。受験の大事なところっていうのは。で、特に高校受験だったら、高校ってさ、基準偏差値が大体決まりますよね。この高校だったら偏差値55ぐらいが必要みたいなのが出てくるじゃないですか。で、高校っていうのは中学と違くて、中学はその地域から集まってるから、もちろん頭のいい人もいれば勉強が苦手な方もいるわけよ。いろんな学力層がいるわけ。でも、高校はそのぐらいの人たちが集まるのね。集まってきて高校入ってから用意どんなんだよ、もう一回。だから、そっから中学の時に勉強あんまり得意じゃなくて順位が悪かった方も、同じぐらいの人が集まってるから、高校入ったらめちゃくちゃ順位が良くなるなんてザラにある話なのね。でも、例えば1時間でいいよって言われてたら、当然偏差値55ぐらいで受かるよね。でも、3時間あるから、3時間、1時間って言われたけど、でもできる限り頑張っていこうって頑張った人はもっと上まで上がるじゃんか。じゃあ偏差値60まで行きましたってなった時に、高校に入った時点でもう55と60の差ができるわけ。もうアドバンテージができる、そこだけね。やっぱ、そのアドバンテージもそうだし、そこまで最後まで自分を追い込んでやりきったっていう経験がものすごい背中を押してくれるし、糧になってる。で、そうなってほしいの。で、何が言いたいかっていうと、もちろん基準が言えたらいいよ。あなたは毎日3時間ぐらいやったらいいと思いますよとか、あなたはちょっと厳しいから5時間くらい頑張ろうねとか言えたらいいけど、そうじゃない。みんなにとって今自分ができる全力はどのぐらいなのっていうのを考えてほしいの。それはもう世間一般がどうのこうのじゃないんだよね。いいかい？基準ではなくて、自分と追い込む、自分と、なんだろう、なんだ、自問自答じゃないけど、考えてやってってもらえたらなと思います。それは人によって違うと思うんだよね。その生活リズムも違うし、自分の中でのさ、勉強と向き合える集中力とかいろんなことも加味されるから違うと思うの。だから、そこをまず向き合ってほしいっていうことと、で、最後に言いたいのは、結構悩みとかであるのが、その3時間とかさ、4時間で毎日決めるんだけど、それ通りできないっていう悩みが出てくるよね。で、当然、人間だからうちら、機械じゃないから、毎日3時間できるっつって3時間同じようなテンションで勉強なんてできないんだよ。その日その日によって体調も違うし、心の調子も違う。うわ、今日なんか嫌なことがあったら落ち込んでんなとか、もしね、例えばもう彼氏彼女がいて振られちゃったとか、そんな日に勉強なんてできないんだよ、テンション的には。でもやらなきゃいけないんだよ。だから、その日のテンションとか、まあ、テンション気持ちね、気持ちの、その調子とか、体調とかを考慮して、今日は勉強時間じゃなくて勉強量で決めてほしいけど、本当は量でね、ここまではやろうって決めるの。ちょっと調子が悪いから昨日は15ページいけたけど、今日は10ページにしておこう。それでもいいの。大事なことはその日決めた分をちゃんとやれるかどうかだから。
自分で設けた、その目標、その日の目標ね、ここまでやろうっていう目標、ちゃんとクリアできるかどうかが大事。比べるのは昨日の自分と比べるんじゃないの。今日の自分とか、今日設定したものをクリアできるかが大事なので、そこで自分の評価をしてください。で、例えば、じゃあ10ページって決めたのに10ページできませんでした。はい、やっぱり私ダメだって。そうじゃないんだって。できなかった私がダメなんじゃなくて、その日の自分と自問自答して、10ページって多い量を決めてしまった。そこが間違ってるの。あ、もっと少なかったんだなって。いいの、少なくてもクリアすることが大事だから。いいかい？なので、まあ、ちょ、いろいろ話してしまったんですけど、ぜひ、思うことを最後までやり抜く。人と比べることはしてしまうよ。してしまうけども、自分にとってどこまでできるのか、自分が、まあ、限界を超えていけじゃないけど、自分と向き合ってどこまでできるのかっていうのを、残りの受験勉強期間で追い込んで、まあ、探して、限界超えてって、ぜひね。で、そして、合格っていうのを掴み取ってもらえたらと思います。